覚えてるか？フータオが近々共栄荘へ遊びに行くって勝利が言ってたよな。今日は特に用事もないだろ。共栄荘に行ってみないか？もしかしたら会えるかもしれないぞ。山の空気は美味しいな。このままずっと歩いててもちっとも疲れない気がするぜ。クリーム、キャンディー、バブルオレンジ。あ、なんか聞こえないか？山、水、最高だろ。オイラの気のせいじゃないよな。それに聞き覚えのある声だし、今日は時間がたっぷりあるし、見に行ってみるか。相棒とその仲間じゃないね。え、今日旅に出たら絶対いいことが起こるって言ったでしょ。スチームバード新聞の占いコラムってたまにすごく当たるのよね。ナビアの運がいいのだろう。あんたたちもリーウェイのお祭りを機に旅行へ来たの？怪盗祭を祝して。怪盗祭、いい仮説だな。ひひっ、怪盗祭を祝して。でも旅行って言ってもなんで山の中にいるんだ？ここには誰もいないぞ。それにさっきオイラたちが下で聞いたあの大声、もしかしてあれってナビアだったのか？おお、あんたたちさすがね。だいぶ遠くにいたみたいなのにちゃんと聞こえるなんて。いやいや、オイラたちの耳がいいっていうよりナビアの声がでかかったんだぞ。まあね、なんたって私はボスだから。確かにメリットと言えなくもない。そうだな、声がでかけりゃコミュニケーションも取りやすいだろうし。って違う、気にしてたのはそこじゃないぞ。オイラが聞きたかったのはなんで誰もいない山の中で大声を出してたのかってことだ。アンニーンとかバブルオレンジとか、まさか何かの暗号か？いや、暗号ではない、ただの無意味な言葉だ。であると同時に有意義な叫びよ。山を登る人ってよくこうするじゃない？困難を乗り越えてやっと頂上にたどり着き、目の前に広がる美しい景色を眺める。で、大声を出して発散したくなる衝動を抑えきれず。そうそう、さすが相棒、わかってるじゃん。それに迷惑にならないか行営層の人たちに聞いたら、みんな大丈夫だって言ってくれたの。登山客は誰しも頂上で叫ぶのが好きだから、みんな慣れてるんだって。あとほら、人生で何度かは山の頂上で叫ばなきゃでしょ。人によるんじゃないか。私はそう思わない。ストレスを発散するために無性に何かしたくなることってないの？いや、
私は大丈夫だ。万が一ストレスが溜まったら狩りに行けばいい。ひひ、お前狩りに行ったりするんだな。確かにいい方法っぽいぞ。何を狩るかは気分次第だがな。え？うんうん。ところで、あんたたちも叫んでみない？内容は何でも OK、 適当で大丈夫、ストレス発散になるから。おいらは別に毎日食べ物にも寝るところにも困ってないし、発散するようなストレスがないぞ。それって恥ずかしいから理由を作って逃げようとしてるだけじゃない？ほら、そんなに気張らなくていいって。さっきフリーナもやってたんだから。あ、今の聞き間違いじゃないよな。フリーナも共栄荘に来てるのか？自分の耳を信じていい、聞き間違いではない。実を言うと、この山に登ったのは誰かの叫び声を聞いたからなんだ。そう、誰かが助けてくれとか、どうすればいいんだって叫んでてね。それがぼんやりと聞こえてきたもんだから、私たちも急いで山に登ったの。そしたら顔を真っ赤にしたフリーナとばったり会ったのよ。私たちを見るなり一目散に山を降りてったけど。ああ、思い出した。あの時フリーナ様が叫んでいたのは、助けてくれ、台本はどうすればいいんだ、だったな。なんて叫んでたかはっきり聞こえてたの？どうして早く言ってくれなかったのよ。本当に誰かが遭難したのかと思ったじゃない。どちらにせよ、ここまで来て状況を確認する必要はあったろう。それとあの方のメンツのことも考え、あえて言わなかった。どうやらストレスを発散してたらお前たちに見られちゃったみたいだな。異国で知り合いにばったり会うなんて、フリーナはおそらく、いや、全く予想もしてなかっただろうな。多分そうですわ。来る途中ヌビレットさんに会ったけど、その時はもう帰ろうとしてたし、一緒に行動してるわけじゃないと思う。ヌビレットまで行栄荘に来てたのか？ヌビレットは何しに来てたんだ？まさか旅行ってわけじゃないよな？旅行なんじゃない？たった半日で急いで戻ったって聞いたけど、ほんと忙しい人よね。あの方はほとんど休暇を取ったことがない。半日空けただけでも称賛すべき大進歩だろう。この間シャルロットがリーウェの茶葉に関する記事を新聞に載せたでしょ。ヌビレットさんもクロリンデと同じで、あれを見て茶葉を買いに来たんじゃないかしら。私はそういう理由で来たわけではない。ナビアに誘われたからその付き添いだ。茶葉を買うのはついでに過ぎない。フォンテーヌ人は本当にお茶が大好きなんだな。いや、私が飲みたいわけではない。この間公爵との賭けで負けてな。その景品として何か送る必要があるんだ。ただの口頭での賭け事に過ぎないがな。公爵は気分で賭け事に興じるところがある。具体的に何を勝ち取ったかなどほとんど気にしない。道端のミントを摘んでそれを渡しても構わないだろう。だから適当に何か買ってあげればいい。はあ、取引に対してもそのくらい適当だったらよかったんだけど。そういえば、あんたが買ったあの茶葉、ここの特産品なんでしょ？名前は確か、ヌビレットさんが教えてくれたんだけど、何だったっけ？そうそう、それ。まさか、10巻買ってたりしないよな。そんな罠にかかるように見えるか？あ、そういえば私の声を聞いて登ってきたんだよね。あんたたちのスケジュールを狂わせちゃったりしてない？あ、そうだ、フータオ。
に来るって聞いて、オイラたち今日はその様子を見に来たんだ。もしかしたら会えないかなって思って。あら、つい話し込んじゃった。あんたたちの時間を奪っちゃってごめんね。ならよかった。じゃあそろそろフータを探しに行くか。ああ、私たちのことは気にしないでくれ。まだ登ったばかりだから、もうしばらくここにいる。先に友達に会ってきたら、後でまた機会があれば行栄荘で集まりましょう。うん、それじゃあオイルたちは先に降りるな。また後で。ねえ、どうしたらここで叫んでくれるの？そうまでして聞きたいのか？だって気になるじゃない。なんだかヤバそうな言葉を叫びそうだし。いや、やはりやめておこう。言葉にするより私は直接手を下す方が好きだからな。